ここは何なんだ。描かれた世界、イリス・フォン・エベレックの作品だ。お前たちはどうやってここに。私たちは両方の世界に存在する。奇妙な場所だ。ここはイリス・フォン・エベレックの夢から生まれた。生前は彼女の心にだけ存在した。死後に私たちは実体を得たのよ。夢のような話だな。とても信じられん。それでも信じて警戒した方がいい。描かれた世界は危険に満ちている。なるほど。素敵な場所だが、イリスはどこだ。あなたは彼女を一瞬起こしただけ。話したければ眠りから完全に引き剥がさねばならない。どうすればいい。追跡は得意だろ。外で足跡を調べているのを見た。それが何だ。ここは消えかけた記憶で構築された世界。ご主人様が忘れたくても忘れられない時の記憶。それらを見つけて修復しろ。イリス様を苦しめる恐怖を呼び出し消滅させよ。なるほどな。オルギエルドと妻か。まるで凍りついたかのようだ。思い出の一つだ。ぼやけて不完全よ。修復しなければならないの。オルギエルドが持っているのとそっくりだ。完璧に合ったな。君の健康に、愛する妻よ。あなたにも、旦那様。故郷の習わしでは、新婚夫婦はパンと塩で迎えられる。だが今のところは二人きりだ。あなたしかいらない。この瞬間が永遠に続けばいいのに。努力はしてみるよ。まあ中に入って家を見てくれ。喜んで。でもバカみたいだとは思うけど、ずっと空き家だったんでしょ。だから雲が怖いんだな。分かってる。大丈夫。全部ほうきで吐いて庭に放り出してやったよ。私の父様、気遣ってくださったのね。メダルが反応している。勇気。違う、ムーマだ。具現化した恐怖、立ち向かうべき相手よ。
過去の夢か。あの二人は貧乏暮らしでこれが不完全だろうな。絵画とはほんの少し異なるな。カステルラベル、トゥサンのワイン、高級品だ。絵ではろうそくが灯されていた。オルギエルドの妻は花を好んだ。装飾から判断して、これは彼女のものだろう。ねえ、大丈夫なの？顔色が悪いし、元気がないみたい。本当に大丈夫よ。みんながどうしていたか話してくれない？会えてすごく嬉しいのよ。ただおばあさまとおじいさまはなぜ来なかったの？長く険しい道のりだろう。ぬかるんでるし。今でも俺に会いたくないわけか。これは何だ？イリスのものを持ってきた。お気に入りのブラシ、大切な人形。ああ、それとこれは君に。金か。あなたの借金を返済して買い取ったの。家族が恥をかかないようにね。光栄だよ、ママとパパに思い出してもらえてな。オルギエルド、これで本性が分かった？結婚前に忠告したでしょ。盗賊と付き合う野蛮な悪党よ。あんな輩と一つ屋根の下で暮らして怖くないの？またお前か。嫌な感じだ。寝室か。タオルに血が染みついている。血液の染み。誰かが手を洗い、それからあのタオルで拭いた。今何時なの？もう遅い、眠る。また夜通し書斎にいたのね。手に何がついてるの？何でもない、少し汚れただけだ。それは血？自分で傷つけたの？インクの汚れだ。手紙を書いてた。もうすぐオクセンフルト行く。一緒に来るか？まあ素晴らしい考えね。旅行はお互いのためになるはずよ。じゃあ決まりだ。さあもう寝よう。クタクタだ。今から眠れるわけないわ。絶対に無理よ。来て、肖像画を仕上げるわ。別のぼやけた記憶だ。イリスはオルギエルドを描いた。だが細部がおかしい。ジオラマには何かが足りない。ゴブレット、絵のものと似ている。新鮮だ。ついさっき誰かが洗ったみたいに。絵画と同じようにジオラマを再現するとなると、多分合ってる。これはこっちか。
こっち側かもな。よし、絵画と同じだ。もっとにっこりして。こうか。歯を見せるんじゃなくて微笑むの。ダメ、違うわ。パパが結婚を承諾した時みたいな笑顔よ。やってみて。ん？全然ダメね。何か気になることがあるんでしょう。少し調べたいことがあるんだ。また？オルゲールド、お互いに隠し事をしないって決めたでしょ。約束したわ。悪いな、その話はしたくない。オルゲールド、オルゲールド、マスター・フォン・エベレックの書斎。ここで彼は神秘学に没頭した。召喚された存在を拘束する五芒星がある。線がかすれた部分があるが、直すにはチョークがいる。そうすればろうそくを配置できる。蜜蝋のろうそく、血の契約および異界の存在について。悪魔との契約に関する書物だ。おそらく何らかの魔法のためだ。チョークだ。冬の屋敷は気がめいるような暗さだったか。黒魔術か。これでいいだろう。次はろうそくだ。これはどうだろう。戻って、話がしたいの。来るな、一人にしてくれ。今回はダメ。すぐに出てきて。俺に構うな。静かに研究したいだけだ。ソバカミサラーダ、ソバカミサアベラーサス。他のどの呪文を使うんだ。クソ、全部試した。契約を打ち切りたい。我は何時を呼ぶ。予想外だったね。